どうもコブラです。今回は武器3種類について紹介いたします。ツイステッドアルバレスト、AS-10 ブルドッグ、スティール肩について、まあ、性能について紹介していきます。それでは話していきます。ツイステッドアルバレスト、ロングガンでダメージが160、RPS が2、マガジンが1、有効射程が20メートルで、 射程減衰範囲が70メートル、最大弾薬が22で、クリティカルヒット率が5%、弱点ダメージが100%、気絶が5%、付近にいる最大で5体の敵にエネルギーディスクを発射する奇妙なデバイス、跳ね返るたびにダメージが減少します。 ガーディアンスコール。モッドパワーが満タンになるとプライマリーファイヤーがパワーアップし攻撃した敵をハイライトする。モッドをアクティブ化にするとエンパワーされたエネルギーディスクで攻撃された敵にガーディアンソードが呼び出される。ソードは3メートル以内で200ダメージと3倍の気絶を与える。モッドパワー要件が 750となります。リロードすると次撃つダメージが13%増加、効果は3秒間継続します。レベル10に到達するとリロード速度が 15%AS の10、ブルドッグ、ダメージが102、RPS が2.5、マガジンが12、有効射程が10メートルで 射程減衰範囲が 32m、最大弾薬が60、クリティカルヒット率が5%、弱点ダメージが100%、気絶が10%、近接戦闘用に設計されたドラム式弾倉式全自動10ゲージショットガン、ホットショット弾薬に炎を付与し、射撃ダメージを20秒間15%増加。 また発射された弾丸は燃焼効果を付与し10秒間340ダメージを与えモッドパワー要件が1250です命中するとこの武器の弾層に弾薬を20%の確率で直接戻りますレベル10に到達するとこの武器に弾薬が戻ると発射速度が 3秒間10、10%増加。最大で10秒間継続します。スティール刀、近接武器、ダメージが72.8、クリティカルヒット率が10%、弱点ダメージが105%、気絶がマイナス10%。リズメント、灰色の体力があるときに、 近接攻撃ダメージが10増加、レベル10に到達すると任意の近接攻撃を使用すると気絶が1減少させますご視聴いただきありがとうございましたレムナント2の情報や武器防具の入手方法について出す予定ですのでよかったらレムナント2に興味がある方 チャンネル登録していただけると助かります。